アを使ったバラのアートを行っていきます。まずバラのアートの下地になる色をつけていきたいと思います。ピンク系と紫系の2色で作っていきます。最初こちらの 181M、 それから紫系の方が 178M で行っていきます。では、カラージェル筆の角の方に少し色を取りまして、これでバラのお花の、まあ、輪郭の内側に色を、半円を描くような感じで色を落としていくんですけれども、あまり綺麗な円というよりも少しバラの花を意識したような、花びらの凸凹感があった方が自然に描けると思います。でこちらがまずピンク系の方の色味をつけたところです。続いて紫系の方の色を同じようにつけていきます。一色でも構わないんですけれども、濃淡の2色使いをしていただくと、より 3D 感、立体感のあるお花が描けていきます。このような感じでまず最初に色を2色入れました。ではここで仮交換いたします。仮交換が終わりましたら、ピンク系のお花の方が 79M、 紫の方のお花の色味が 81M を使ってさらに濃い色を入れていきます。同じくカラージェル筆を使いまして、先ほど入れたカラーの、より少し小さめに内側に色をつけていきます。そうすると外側より内側の方が少し濃い色がこのような感じで入る形になります。ではもう一色ピンク系の方を入れていきます。こちらも同じくカラージェル筆の角に少量を取りまして、内側の方に色をつけていきます。カラージェル筆以外にグラデーション筆ですとかミドルアンギュラー、ショートアンギュラーなどを使って描かれても結構です。でこのように入れました。ではまたここで交換をします。ここでは仮硬化ではなく完全硬化をいたします。ミックスライトで30秒、 UV ライトの場合は1分硬化していきます。次に使う、白の花びらが、少し圧をかけるため仮硬化だとちょっと引きずってしまう可能性があるためです。花びらは 2M の白を使っていきます。で筆の方ですが、こちらのショートアンギュラーを使っていきます。まずショートアンギュラーの長い方の角に少量2番を取ります。この程度の量になります。で筆を45度ぐらいに寝かせながら、まず外側の花びらの輪郭を描いていきます。先ほど入れた色よりも外側に描いていきます。バラの花はお好みの形になりますので、3枚、4枚、5枚と、まず外側の輪郭を囲んでいきます。では、ピンクの方を同じように外側を描いていきます。筆を立たせてしまうとグラデーションで描けませんので、必ず筆は45度程度に寝かせながら描くように注意をしてください。外
外側の輪郭を描きました。ここで仮交換をします。仮交換が終わりましたら、今描いた外側の花びらの内側に花びらを少し重ねながら入れていきます。筆の取り方等は同じになります。外側の花びらに少しかかるような感じで描いていきます。グラデーションで描く花びらは少し透けてきますので、最初に入れた、紫とかピンク等の色が、花びらの間に透けるようなイメージです。ちょうどエアブラシで吹いたような感じのお花に仕上がっていきます。ジェルは、仮効果を入れるタイミングなんですけれども、ジェルとジェルが重なり合ってしまうようなところは、一度仮効果を入れられた方が、つながらなく、またにじまずに、きれいに描けていきます。ベースジェルの場合、にじんだりということがあまりありませんので、重なり合わないところであれば、一度に描いてしまっても大丈夫です。で少し重ねながら、また一巻き入れていきます。それではここでもう一度仮交換をします。大きい花であれば、30、40、50で好きな、大きさで重ねていただいて構いませんが、まあ、小さめの花でしたら10か30程度で描けると思います。では3度目いきます。今回はバラを描きましたが、描き方によっては、例えば、ボタンですとか、そんな、和のお花も描くことができますし、あるいは、花びらをあまり重ならないような感じで描いていきますと、普通の五枚花等も描けていきます。ここで交換をします。葉っぱも同じような感じに、葉っぱの根元に当たる部分に緑とか色を入れていただいて、で白でグラデーションの輪郭を描いていただくことも可能ですし、また細いアート筆で葉っぱを描いたり、いろいろな描き方で少しニュアンスが変わってくるかと思います。でこちらは白だけを使って葉っぱを描いていきます。同じくショートアンギュラーに同じような分量の2番、2M を取っていただきまして、葉っぱを描きたいところに、グラデーションの技法を使って葉っぱを描いていきます。こうすると、葉っぱは主役にはちょっとなりにくいんですけれども、透け感のある、透明感のある、このような葉っぱを描くことができます。こちらにも描きました。この葉っぱの描き方は慣れていただくと非常に速いスピードで描けます。ではここで一度取り交換をしました。もうこのように、また、ラインなど入れていただければ仕上がります。アート筆を使って細い線を少し入れて仕上がるとなります。細い線を描くときは、なるべく、筆は寝かせずに垂直に立たせて描いていくと描きやすいです。ではこれで30秒ミックスライトで
完全硬化をして、あとはトップを塗って仕上げます。は新製品のこちらのトップ2を使って仕上げていきます。トップ2は適度な粘度がありまして塗りやすいテクスチャーなんですが、ツヤが大変出ます。で、硬化時間なんですけれども、ミックスライトの場合で UV ライトで1分の硬化時間となりますが、他のジェルとトップ系のジェルと違うところは、多少時間より入れすぎてしまわれた場合、あるいは拭き取り方がちょっとミスしてしまったという時でも、ほぼ失敗することなくツヤツヤに仕上がるというのが特徴となります。また柔軟性も非常に高いトップジェルとなりますので、柔軟性を持たせた方が持ちのいいお客様などにも大変おすすめです。圧をかけずに全体を均一につなげていきます。必ずセルフレベリングが完全に行われたかどうかをチェックしていただいて、レベリングの時間を確実に待ってから入れていただくのが綺麗に仕上がるコツとなります。では30秒をしましたら、ネイルワイプまたはコットンでジェルクリーナーで未硬化を拭き取ります。アプリ含ませましたら優しく拭き取っていきます。同じ面では戻らないように注意して拭き取ってください。